だけでいいですよ。この後10時から10時前から出発式やって10時からもスタートします。それだけちょっと体育ちょうど1年ぐらい前にですね、つでまちで障害を持った方、特に車椅子ユーザーも参加するような企画を考えてるんですよってご相談を受けまして、で私たちも以前から、車椅子で街を歩く街歩きイベントなんかもやってたところもありまして、ぜひそれはご協力させていただきたいなと思いまして、車椅子ユーザーとなるとなかなかこういった企画に一歩踏み出すっていうのはとても大変なことなんですが、そこの、間に私たち、理学療法士、食べ療法士、リハビリテーションの専門家が入ることで一歩踏み出しやすくなるようなきっかけを作れればいいと思いまして、今回特別企画、ユニバーサルウォークを運営して企画を実施することになりました。でまだまだ街のイベントとか、街に一歩出るっていうことが難しかったり、カメラあったり躊躇してる方がすごいいっぱいいると思うので、私たちがこういった町とその当事者の間の中に入って接着剤のようになって、どんどんそういった方に出てきていただきたいというふうに考えております。街歩きみんなで楽しくしてきて、食べ歩きとかもできたんですごく楽しめました。